住宅ローンっていくら借りれるんだろうか。ローソン大好きな。いや、ローソンが一番単身赴任になってにもう離婚やん。だから私遠距離恋愛向いてないから。恋愛じゃないからもう。そうか。家欲しい。家欲しい。家は負債だって言うけど、古民家とかやったらさ、わりかし東京ないじゃん。だから東京に住むという選択肢しかないよ今。え、選択肢はない。仕事がそこなんだから、現実的に考えないと。いや、お前現実的に考えて、ね、一生賃貸や。一生賃貸ですよ。なんで東京に買って売って売ればいいじゃん。俺マンションでもいいよ、二人で住むなら。全然一生そこに住むと思ってないから。とにかくもうちょっと広くて設備がちゃんとしてる家。そう、うん、今なんか住宅ローンっていくら借りれるんだろうか。家っていくらすんの。いや、わかんない。ピンキリなんじゃない。場所による、ものによる、うん、ってことやろ。みんなちょっとこう都心から離れたところで安く買うんじゃないの。違うかな。なんか将来こうなりたいっていう明確な目標がないねん。こうはなりたくないっていうのはあるけど。 YouTuber？ いや、 YouTuber になりたいかって言われたらよくわからない。なんか別に YouTuber が夢とかじゃないからな。全然私編集が好きでやってたら、なんとなく YouTuber になってしまっただけ、たどり着いただけで、別になりたくてやってるわけじゃないから。確かにね。うん、飽きたらやめるしね。なんかありますかね。なんかある、将来やりたいこと。何って。いや、なんかこの車中泊の旅も多分、例えば1年間日本一周してくださいって言ったら俺断ると思う。お金あげるからって言われても断る。そうか、1年限定やったら全然旅してみたい。いや、1年長いよ。いや、あっという間やで。この車で 1年の旅はきついな。1年も旅するんやったらキャンピングカーが必要ですよ。うん、キャンピングカーじゃないとこんなちっこい車できついで。一泊とかやから楽しんでさ、遊びだったらできる。これでいいと思うねんけどな。これでちょっとその今日みたいな天気の日はさ、ここ広い、開いてそこにテーブルと椅子置いてさ、うん、ちょっとそういうのができる施設っていうかね、オートキャンプ場とか行って行きた。ほんま将来どうしよう。今すごいなんか、あ、これ飲もうとした。これを、この粉を、粉を飲もうとした。ごめんごめん、はい、どうぞ。将来どうしたいかか。家買える年齢っていうのもあると思うんだよね、うん、要は今ぐらいの年齢、30代後半からさ、うん、まあ、40代前半ぐらいに買っとかないとさ、ローンだって組めなくなるし。あ、そうなの。そんな何千万もだって手元にお金ある人なんかそんないないでしょ。そうか、まあ、少なくとも僕にはない。どうしたい、どうなりたくない。私はね、なりたくないのは、なりたくないのは寒い冬に凍えたくない。凍えて夜を過ごすことは嫌。お腹が空くのも嫌だ。ほんまに昔みたいになりたくないな。私もほんまに家賃に追われて、もう大家さんに頼み込んで、あと1週間待ってくださいみたいな生活をずっとやってたから。いい生活じゃん。そう、楽しかったよ。それはそれ楽しかったけど、あれ若いからだ。ああ、そうだね。もうやばい、あと1万足りひん足りひんみたいなさ。でもさ、それ、うん、本当その10代とかだから大家さんも許してくれてると思うね。そうそうそう、これが今この年齢で1週間待ってくださいはぁみたいになるやん。それはおじさんおばさんがさ、家賃払えませんよって言ったら出て行ってくれって言われる可能性の高いよね。でも私もうほんまにもう二度と家賃に困りたくないのと、食べるものに困りたくない、うん、ちゃんとしたものを毎日食べたいので。食べてるじゃないですか。なんか今食べれてないみたいな。いやいや、昔よ、昔私じゃがりこが主食やったから。たこ焼きじゃがりこ、とにかくバイトのまかないが主食でさ。まあそんなもんじゃないの、学生さんって。そうだけどさ、もうそんなものにはなりたくないんですよ。もうだって僕、そんなバイタリティはもうない。大学生の時、ローソン、まあ、あれなんだっけ、吉野家ローソンみたいな。ローソン大好きやん。いや、ローソンが一番近所にあった。あ、近所にあった。ローソン、ほんと吉野家ローソン。バイト先のプロントのパスタ。
え、晩ご飯そんなやったね。そう、なんか。あなたがじゃがりこじゃがりこ。あ、俺のがレベル高い。え、でも、私も。あ、でも、金なかった時は、俺はもう我慢せずに親に、すいません、今月足りませんって言って、ちょっと送ってくださいって。マジで。それ1万円とか2万円とか。言って送ってくれるのは優しいな。いや、でも怒られてたけどね。うちも言うたら怒ってくれたんやろうけど、言わんかったな。悔しいやん。それより大家さんに頼もうみたいな。すいませんっつって。熱いお茶だったらまだある。うん、飲む。ポちゃんもこれいらんねやろ。ポちゃんこれいらなさそう。なんか今さ、うん、ちょっとまっすぐじゃないじゃん、地面が、うん、ちょうど頭の方が下がってるからより浮遊感がある。あるあるある。気持ちいい。いいね。あ、食べたばっかりや、つらい。なんかでも家買うのにタイムリミットがあるんやったらちょっと焦るよね。なんか賃貸もメリットがあるやん、ずっと新築に住めるっていう、うん、比較的新しいところに住み替えていける。暑いからそこも分かりました。あ、はい、ね、でも家賃が、家ここにしますってなって、はい転勤ってなったらすごいやん。あっち行きこっち行きってなったらさ、まあ ね、 ね、それこそ家建てたらもったいないよ。転勤になったらついていくから。単身赴任や、絶対嫌だ。単身赴任になってみ、もう離婚やで。なんでそうなった。どういうこと、意味が分からない。そんなもう物理的な距離に耐えられへんねん。心の距離がもう離れていく。我々遠距離恋愛して別れたし。遠距離恋愛長かったけど別れたもんね。3回ぐらい別れたよ。今期が遅くなったんだよね。そういやさ、だから私遠距離恋愛向いてないから。恋愛じゃないからもう。そうか。でももう分かってるやろ、あんだけ遠距離しててさ、3回も別れてんねんで。単身赴任になってみ、離婚よ。今度やってみないと。やってみて離婚になったらどうすんのこれ。これ取り返しつかへんからな。お前な。いやいや、私もうほんまに無理無理、一人ぽっちに耐えられへん。え、今さ、もしほんまに単身赴任とかなったら、うちらって大丈夫なのかな。大丈夫じゃない、だって今。でも どのぐらい、どのくらい遠い、例えば大阪と東京ぐらいやったらまだ大丈夫かな。そんなもんだって、それぐらいの遠距離の経験があるやん、うん、でももしこれ日本とカリフォルニアとかやったらちょっと私耐えられへんかもしれない。いや、そんなことない。将来どうなりたいのかから話がまとまりませんね。まあ、でも家欲しい。家欲しいね。俺は全然。じゃ、家の理想、家の理想があります。今すぐにでも買いたい。今すぐ買える家ってどこに、どこに。中古住宅で。中古でいいけど、帰るわけない。なんぼすんのよこの辺って、すごい高いと思うで。こっちが安いんじゃないの。え、家買うってことこの辺で。マジ、いやー、で物価高すぎやろ。ったら売る。いや、売れるからここだったら。あ、本当？ちょっと待って、なんぼすんのかと、なんぼで売れるのかが分かんないから。でもマンションより戸建てがいいんだ。私は買えないんです、家。絶対誰もお金貸してくれないから、ローン組めない。買うとしたらあなたも頼るしかない。じゃあそれそれでいい。男性、私平屋が、ちょ、家買うんだったら平屋は嫌です。え、もったいないやろ、まだ若いんだから。階段登りたくない。いや、何歳だよ。もう階段に登りたくない。じゃあマンションじゃん。今家さ、マンションじゃん。え、マンション、マンション階段ないやん。エレベーター、いやいや怖い、エレベーター止まったらどうするの。平屋です、平屋。いやいや、だからマンションだったら部屋の中に階段ないじゃない。でもマンションの中に階段があるじゃん。え、それだったらうちに今ドア開けた瞬間階段ある。そう、だから嫌やねん。あ、嫌なんだ。だから初めこの今住んでる物件外してたでしょ。 あれ階段があるなと思って外したんだから。でも結局そこになった。結局階段ありの家になっちゃったけど、理想を言えば私はほんまに平屋がよくて、今この仕事でいきなり田舎の平屋なんか。そうだね。え、でも理想を語るぐらいはいいんじゃない、語らしてよ。理想は聞いてる、何回も。理想は平屋で、イタリアやろ。イタリアの平屋。イタリアの。じゃあそんな非現実的な話やね。平屋で理想が語らせろって言うから、言ってることむちゃくちゃやる。こうちゃん歩く？歩く。
おーちゃん、おーちゃん、よっか、おーちゃん、片付けよ。パパとママがね、いろいろ話してるとこ好きよね。はい、ママ来てるよ。お手洗いして帰ろう。うん。